こんにちは。映画水曜日が消えたでは、中村智也さんが一人で七つの異なる役を演じる得意な役柄が注目を集めています。物語が進むにつれ、彼のファッションも曜日やキャラクターに応じて様々に変化し、中村さんの細部へのこだわりが光ります。以下に、いくつかのファッションとその撮影エピソードを紹介します。1。真面目な学級委員長、火曜日。火曜日のキャラクターは真面目で清和な学級委員長。 中村さんはこのキャラに合わせ、清潔感のある印象を与えるため、COMMECAISM のブルーのチェック柄シャツを着用しました。2、スポーツ青年、水曜日。水曜日はスポーツ青年。カジュアルな印象を与える中、中村さんは ROLLINGCRADLE の白いパーカー、PUMA の黒いジャケットとパンツ、MIZUNO の黒いスニーカーを着こなしました。 撮影時は本物のカジノの雰囲気を出すため実際のチップやカードを使用していたそうです。3、女性的なキャラ、金曜日。金曜日は女性的なキャラクター。中村さんはピアスやネックレスなどのアクセサリーを取り入れ、ドクター。メンズのワインレッドのシューズ、アディダスのピンクのスニーカーでキャラを演じました。彼のおしゃれなファッションがキャラクターの個性を際立たせています。4、おしゃれなキャラ、土曜日。土曜日はおしゃれなキャラクター。 中村さんは TEVA のグレーのサンダル JOOM オンリネストアのピンクのリュックを使ってキャラのオシャレな一面を引き立てました撮影エピソード撮影現場では中村智也さんがファッションを変えることに時間がかかり役柄に入り込むためのプロセスが挙げられますスタッフや共演者も中村さんのファッションに合わせ色違いの服やアクセサリーを身につけて盛り上げたそうです これにより、役柄ごとの雰囲気が一層引き立ち、映画の世界観が豊かになりました。水曜日が消えたは、中村智也さんのファッションが役柄に深みを与え、観客を引き込む要素の一つとなっています。映画を通じて、中村さんの多彩な才能とスタイリッシュなファッションを楽しんでください。チャンネル登録よろしくお願いします。